今日は、羽根木公園に来ました。ひなちゃんの番です。一周しました。微妙な気持ち。盆栽売ってます。この上のはまた別で、どれがいい？いやでもこれとか可愛いな。でもこれお花咲く、これ咲いてるな。可愛い。盆栽やりたいんだよね。素敵。しかも800円とかで意外と、これなんか可愛いじゃん。苔玉ってほらなんかね、でも可愛いね。スタイルひなちゃん全然見てない。ひなちゃんっぽいよ、ちょっと。本当だ。ひなちゃん。一応ひなも見てる。見てる。何何って。見える？ひな。ダークドレスだって。あら、おしゃれ。おしゃれ。ひなちゃんっぽいよ、ちょっと。ひなちゃん全然無関心。可愛い。お花って感じがする。すごい、ぶら下がってるのに生えてる。おしゃれ。これ生きてるの？生きてる、そう。これとかすごいおしゃんなカフェにありそう。いっぱいあるね。あ、これ好き。果肉植物。あ、すごいいっぱい。すごい。リースになってる。ほら。リースになってる。サボテンがいっぱい。痛そう、これとか結構痛そう。これ前家にあった。どれ？これが。不思議、なにこれ。こんな模様なんだ。サボテンすら枯らす。女だと。玄関の方が。水あげなくていいはずのサボテンが枯れていく。枯れていく。悲しいよね。悲しい。ひなちゃん。見てますか、ひなちゃん。ほら。見てる。進みましょう。ゆちゃん、ゆちゃんが子グマになりそう。画面が見えない。眩しい。撮れてんだろうか。撮れて。撮れてない。自分の顔しか見えない。明るいから。今日晴れてるから。ねえ。ねえ。ねえ。これはちっちゃったのかな、割と。もう明日で最後だからちっちゃったのかな。あら、かわいい。ど真ん中っていうセンスがちょっと問われるね。もうちょっとここら辺かな。かわいい。あら、こっち見て。いいな。こっちからじゃん。
よいしょ。太陽気持ちそうだね、ひなちゃん。目パチパチしてる。